最終日は選手代ってことになるんですが、その本丸よりも一段高いところに天守があったり、こう石垣のもう一つさらに上位のこう空間ですね、クルワがあるという、そういう仕組みになっているんです、はい。この本丸の御殿なんですけれども、信長がここで暮らしていたっていうよりは、おそらく信長が暮らしていたのは、まあ、天守のさらに奥にある、まあ、爪の丸というところで、ここは家臣たちと、まあ、対面をしたり、あるいは軍議などを行うですね、そういったあのための大きな御殿ではなかったんじゃないかっていうふうに。他も表情してたんですね、会議ね。そうです、そうです、表情。はい。ここに表情して、で、この家では信長が暮らしてた。暮らしてるっていうね。まあ、天守を含めて、まあ、信長の、まあ、プライベートな御殿。信長は天守で暮らしてた数少ない。数少ないっていうのか、まあ、いろいろですのって言っていいですね。はい。でも天守で暮らしてた信長も唯一の戦国大名な、はい、そういうことになります。はい。そしてついに天守台の入り口に来ました。いよいよこれ天守台なんですけど、はいはい、ここにあの越前から特に信長が取り寄せたと思われます釈谷石っていうですね、福井県で取れる石の敷石が、福井までこうやって石を取り寄せたわけですか。そうなんです。そしたら信長がここを踏んでますよね。通ってたと思います。信長が踏んだ石を今こう本物です。入口前にはちゃんと越前の石を置いてる。やっぱり中の全てにお金がかかってますね。はい、来ました来ました。はい、これであの今回は入国を認めています。選手たちは昼過ぎにはオリンピックアジア最終予選会場の大阪に到着する予定です。ここまで報道フロアからお伝えしました。続きましては、おととい埼玉県で強盗事件を起こした東南アジア系の外国人とみられる男たちが逃走した事件。昨日長野で3人が確認されましたが、先ほど3人目の身柄が確保されました。埼玉県の現場から何人逃走したのか確認できていませんが、私たちは取材で驚きの証言を得ました。白いワンボックスカーが止まっています。容疑者の男たちが乗り捨てた車とみられます。長野県飯田市で車を乗り捨て逃走した外国人とみられる3人の男、今日までにベトナム国籍のグエン・バンズー容疑者と残る2人の身柄を確保した。バッグを盗んだのは間違いありません。追いかけてきた男を仲間の誰かが刺した。おととい埼玉県で起きた強盗および殺人未遂事件に関与したとみられる3人、現場となった部屋を訪れると驚きの証言が。3人だったじゃないですか、逃げてた。残りの2人って誰だろう。4人です。4人逃げたの。4人。4人。事件当日現場にいたベトナム人が語ったもう一人の男、一体どこへ消えたのか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。神経痛に飲んで効く医薬品両親 JV 錠。膝や腰、肩などの関節が痛むのは年齢とともに軟骨がすり減り、周りの筋肉が硬くなって神経を圧迫してしまうから。でもこの軟骨には血管が一本も通っていないので、なかなか再生しづらいのが実情です。だから北陸富山の医薬品両親 JV 錠、膝や腰の痛みをまず取ることに特化した4つの医薬品有効成分を最大量配合しました。合計6つの有効成分があなたの膝、腰、肩などの辛い痛みに対応します。両親 JV 錠はしっかり31日分、しかも服用は1日1回、食前でも食後でもお飲みいただけます。またいくつになっても五十肩という方にもちゃんと効く。さらに新聞やスマホを見た後の目の疲れにも効く。
社長自らが両親とその同世代の皆様のためいつまでも痛みに悩まないようサプリメントではなくあえて医薬品として開発した両親 JV 錠。寒さで関節痛が気になるこの季節にぜひお試しいただきたく、価格も良心的にお求めやすい価格で、さらに初回に限り1900円でご用意させていただきます。お申し込みは 0120-123-700 123-700 番まで。膝の痛い、腰の痛いに効く医薬品両親 JV 錠、お電話お待ちしております。保育園では急遽子どもたちを園内に避難させ